どうも、クロドラチャンネルです。先日、クロはワンニャンドックを受けました。ワンニャンドックとは、日帰りでできる犬猫のドック検査。まあ、人間でいう人間ドックですね。それが3種類コースがあって、せっかくなので一番検査量が多くて、より詳しく調べられるコースを受けたんです。今までは年に1回血液検査をしてて、前回は12月くらいだったかな、渋谷の病院で血液検査したんですけど、特に問題なかったんです。今回も特にどこか調子悪そうにしてるとかじゃなくて、食欲もあって散歩も喜んでいくし、全然元気なんですが、前回の血液検査から半年くらい経ったので、14歳という年齢も考えて、今回はいろいろ詳しく調べられるワンニャンドックを受けることにしました。検査内容は一般身体検査から尿検査、検便、血液検査、レントゲン検査、甲状腺とかの検査などなど、いつも元気な黒なので14歳とは思えないくらいの健康的な結果が出るんじゃないかと期待してました。ワンニャンドック自体は3時間弱ぐらいで終わって、その後に先生から検査結果の報告といろんな説明を受けたんですが、予想だにしなかった深刻な問題が発覚しました。検査結果を報告する先生が、最初は14歳にしては健康的な結果が出てたんですけどねって、ですけどね、ですけど何？何があったの？って一気に不安になりました。先生はとりあえず順番に話していきますねって言って、一般身体検査、尿検査、検便、血液検査は14歳にしては素晴らしい結果でしたって、いろいろ細かく分かりやすく説明をしてくれました。そして次はレントゲン写真を見ながらの説明になって、心臓、気管とか問題なさそうですね、股関節とかも問題ありません、なんですがちょっと気になるところがありまして、左下腹部に白い影があるんです。レントゲンだけじゃ分からなかったので、エコーで見てみたら主流っぽいのは確認できたんですが、それが何なのかがはっきり分からないんです。詳しく調べてみないと分かりませんが、もしかしたら腎臓腫瘍の疑いもあります。でも現時点のクロちゃんの状況は他の検査結果を見ても特に問題はないので、今すぐどうこうなるとかはないと思いますが、詳しく調べた方がいいですね。それを詳しく調べるには CT 検査の必要があるんですけど、ごめんなさい、この病院には CT 検査ができる機材がないので、よろしければ近くの CT 検査ができる病院を紹介しますよ、ということでした。 CT 検査を受けるには全身麻酔をしなきゃいけないので、14歳のクロの今の状況で全身麻酔しても大丈夫なのか、今後どういうことが予想されるのかを聞いたら、麻酔に関しては年齢というよりもそのワンちゃんの体の状態とかで判断するので、クロちゃんに関しては今回の検査結果を見ると問題ないと思いますが、それも CT 検査を受ける前にもう一度確認はいたします。今後についてはやっぱりその主流が何なのかわからないので、まずはその主流が何なのかはっきりさせた方がいいですねって言われました。なのでやっぱりまずはちゃんとクロの体の状況を考えた上で CT 検査を受けることにして予約をしました。その CT 検査でどんな結果が出るかわからないですが、どんな結果が出たとしてもクロの幸せを一番に考えた選択をしていこうと思います。今回はここまでとさせていただきますが、 CT 検査の結果とか状況が分かり次第引き続き記録していこうと思います。とりあえずクロは今日も元気です。よろしく。